本当に大変な厳しい戦いでございましたけれども、当院信者の皆様、そして中でも戸川会の皆様、そして全ての支援者の皆様がもう死に物狂いでご支援をいただきまして、最後逆転することができ、これほどの感激はございません。本当に皆様、ありがとうございました。今回背水の陣で臨みました。いかがでしたか。まさに背水の陣でございまして、乗るかそれかという大変な戦いでありましたけれども、皆様方が本当に命がけの、もう本当に献身的な、これ以上はないというものすごい勢いで押し上げていただきましたので、もうそれをエネルギーに変えて本日まで来ることができました。皆様のおかげでございます。本当にありがとうございました。私自身はやはり自分自身が町工場の出身ということもございまして、中小また小規模企業のところの一軒一軒皆様にお一人お一人とにかくお願いをして、そして自分の性格を訴えさせていただいて、自分の性格を志すところを訴えさせていただくことができました。またその中では消費税に関して中小企業から普通の声が届いたという話も伺っているんですけれども、いかがでしたか。はい、大変長引く不況の中で、もう生活の現場も仕事の現場も、中小企業は特にその現場は大変です。そういう中で消費税増税ということが今論議されるということ自体が、もう景気を冷え込ませて仕事がもっとなくなってしまう、そういう本当に悲痛な声をたくさん聞いてまいりました。山口代表はこの選挙戦は民主党にレッドカードを突きつける選挙だということで訴えていましたけれども、いかがでしたか。まさにこの定数3という埼玉選挙区にあって、私西田誠公明党として1議席を取り取れるかどうかというのは、まさにこの民主党を2つ議席をこの埼玉で与えるかどうかという選挙でもありました。そういう意味ではこの1議席を皆様の本当のお力にいただいて、こうやって獲得できたということは、まさに今の政権与党の消費税増税口にしたり、そうしたさまざまな嘘とごまかしの政治を本当の意味での誠の政治に変えていく大きな力を私は皆様からいただいたというのを感謝しております。今回の選挙ではみんなの党をはじめ第3極についても、注目されましたが、いかがですか。私たち公明党はもう全国に3000名の地方議員の皆さん、方々を皆様のお力でいただいております。そのネットワークがあって、まさに根の張った第3極でありますし、また女性議員は3割、この埼玉では4割、皆様のお力でいただいているわけでございまして、まさに生活実感のある政治ができる、そういう意味では今新たにいろいろ生まれている政党第3極とはもう全く違う、本当の意味での第三の勢力であるというふうに感謝を受けています。今後2期目に入るわけですが、まず何から始めますか。はい、私は選挙戦中もいつも申し上げておりましたことは、何といっても本格的な景気の回復、中小企業にも仕事が増え、そして生活者の方々にも実感ができる、そうした本格的な景気回復こそ、また失業と命懸けで戦うということに自分自身は全力を挙げていきたいというふうに思っております。それでは一票を投じた有権者に一言お願いします。はい、もう皆様方が一票、大変大事な大事な一票をこの私西田誠に託していただきました。これは何としてもこの皆様の誠にお答えをしていくということに、私自身はもう全精力を全力をかけて、この6年いただいたお時間の中で戦わせていただきたいと思っております。本当に皆様ありがとうございました。